ヒルガの高原サービスエリアは、岐阜県郡上市の東海北陸自動車道場にあるサービスエリアである。管理者は第3セクターの早え高スである。標高約860メートルに立地し、日本一標高の高い場所にあるサービスエリアである。大日が竹が目の前に広がり、天気が良ければ白山を眺めることもできる。ロケーションが良いため、常に 多くの人々で賑わい、週末には常に駐車場が混雑する。連休や行落シーズンともなると、本線にまで車の列ができることもある。午前中は、下り線側が、午後からは、上り線側が混雑する。2007年5月2日に、上り線のファミリーマートが、2007年7月31日に、下り線のサークル系が、2008年3月25日に、 上下線のガソリンスタンドがそれぞれオープンした。社会実験として、上下線のスマート IC が2007年12月16日より運用開始し、2009年4月1日から正式運用となった。ヒルガのスマートインターチェンジヒルガの高原 SA 下り SA と第日が竹公用に、染まる第日が竹混雑する下り線2007年。 撮影高速バス利用者の連絡路2010年4月1日より、岐阜バスが運行する高速白川号線が停車するために新設された。AB、東海北陸自動車道ヒルガの高原スマートインターチェンジ平成21年4月1日から本格運用開始。ヒルガの高原スマート IC 地区協議会。2021年8月15日閲覧。AB、 スマート IC 開通箇所国土交通省道路局。2021年8月15日閲覧。ABC、昼間の高原スマート IC、開通後の利用状況及び整備効果。郡上市建設部都市住宅化。2021年8月15日閲覧。ただしパーキングエリアも含めると、東海北陸自動車道の松の木峠 PA が日本一である。 ab, 中日本高速道路内にファミリーマート登場。5月2日昼間の高原 SA 店開店。ファミリーマート、https コロンスラッシュスラッシュ www.family.co.jp スラッシュカンパニースラッシュニュースリリーシズ。2007、2007万50101、html2021 年8月15日、閲覧。nextco 中日本。 北陸道など3路線で5カ所のスマート IC を4月から営業開始。カーウォッチ、2021年8月15日閲覧。全、リスト、ガソリンスタンド空白地帯150キロ以上16カ所も。ウィズニューズ、2021年8月15日閲覧。東海北陸道での路外給油サービス社会実験を1年間延長。 レスポンス、2021年8月15日閲覧。6月22日、E41 東海北陸自動車道ヒルガノ、高原 SAA、ファミリーマートリニューアルオープンネックスコ中日本ヒルガノ、高原スマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。